同じティー景色に左右されるんですよ、ゴルフは。国際的に活躍できる人材を育成したいっていう意味で。見た目がトリッキーですね。そうなんです、見た目にやられてるもんプレッシャーがある。バンカー手前深いし。景色に左右されるんですよ、ゴルフは。そう、左ですね。そうね、ちょっとグリーン左手前ぐらいが一番安全ですかね。はい、早めとしたらグリーン左手前。ダメだ、右行っちゃった。しかも当たってない、入ったかも。ちょっと危ないかもしれない。なんとか乗りましたけど、あ、よかった、あって、あ、よかった、よかった。登って下るんですよ。はい、この辺ぐらい見た方がいいですね。で、結構ピン越えてからこっちがちょっと速いとはなってます。はい、ダメだ。ああ、やだ。ギリギリ。ちょっと外すかぐらいで大丈夫だと思います。頑張れ。惜しい。このホールの、はい、あれは何、あの気をつけるポイントは何ですか。そうですね、ここは一応ハンデ1番ホールなので、ちょっと距離も長くてまっすぐなんですけど、狙い目としたらちょっとフェアウェイ左目の方が、ちょっと右の木がちょっとせり出てるので、ちょっと左目の方が安全かなというホールですね。はい、一応右はセーフなので、右に多少行かれても大丈夫です。はい、左も結構受けてますね。受けてますねちょっとこの手前のところだけ見ない方がいいですね。あ、そうですね、もうまっすぐ前を向いて150ぐらいにちょっと1個バンカーが、はい、いや、まっすぐです、まっすぐです。お、まっすぐ行った、うん、おー、珍しい珍しい今良かったと思いますよ。なんだろうね、さっきのミスとかうまくいったりとか。これは難しいスポーツですね。でも今は戦略としてはバンカーの手前に刻みたかったんで、3打目寄せてなんとかパー取りたいと思います。お、大丈夫、ごめんなさい、前に進んでますグリーン、すっごい転がりちょっと下り目で来た来た来た、あー惜しい惜しい、すごい惜しい今のナイスタッチ、ありがとうございます。これ、はい、グリーンもしかしてないんですけど、曲がってます、曲がってます、結構曲がってます、左に直角に直角曲がってます、見えないんです、ここからバンカーから
直角から。そうです、バンカーの先ぐらいからこう左に曲がってる感じで、でちょっと最短左狙いたいんですけど、バンカーの左はすぐアウトになってしまうので、もうサブグリーンまっすぐ狙う方が一番確実ですね。ちなみに、はい、飛ぶ女子プロはワンオン行きます、はい、なかなか厳しいですね、ここは、はい、じゃあみんなこっちですね。そうですねです、はい。じゃあ私あのキーのこっちの斜面から、そうですね、はい、ドローぐらいのイメージでお願いします。ます。ダメだ。やばい。大丈夫か、はい。遅れたね。ヘッドアップが早い。もっと体と一緒に行きましょう。なんでこの ECC のゴルフトーナメント、はい、ステップアップツアーを始められたんですか？はい、もともとあの ECC はもう50数年前から語学を中心に国際的に活躍できる人材を育成したいっていう意味で、いろいろなサポートをしてきたんですけれども、はい、30数年前からですかね、スポーツの、各界でも若者の、サポートをしていきたいというところで、ゴルフの世界でもすごく若い世代の方が活躍されていて、今後世界に挑戦される方がたくさんいるというところで、そういうところでもECC が国際的に活躍できる人材を育成するために役に立ちたいということでトーナメントをさせていただいております。はい、確かになんかこうジュニアからゴルフやって英語をさらに喋れたりとかしたらいいですね。そうですね、はい、去年からなんですよね、ステップ、はい、今日は今回は2回目ですね。2回目、はい、はい、木を見ないナイスアウト、素晴らしいです。お、最高です。目標位置に来ました。86のプラスに88、ここも手前から行きたい。ちょっとでも上げてますかね。そうですね、ちょっと上げとか50度とか受けてます、ね、受けてはないんですけど、手前に落ちるのも結構ここ難しいんですよ。本当、はい、ピンの右左はどっちがいいですか？左の方が安全かなと思います。左の安全策に行きます。すいません。はい、後で直しましょう。ちょっと力入っちゃった、外から待て、あ今すごい悪いミス。ここにダフった時に一回やっぱ外して考え直さないとね、あのまま打っちゃいけない。これモリモリがやっぱいいんですかね、キャディさん。ある程度なんか持って平らにする感じが、持って平らな、こんな感じですかね、はい、平らにならしたら OK です。落としどこ考えて、止まっちゃうか。ここ高く見えるね。あ、そうなん、そうなんですよ。多分もうちょっとずれたらだと思うんですけどね。そうですね、伸びれば早い。まっすぐでよかったね、見すぎた私。いやいやいや、くー、悔しい。今のは絶対入ったと思った。LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさ心も本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるので、そちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に、ね、来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。